レイトン教授と最後の時間旅行、これまでのあらすじ。未来のルークから届いた手紙を頼りに、ミッドレント通りの時計店を目指すレイトンとその助手のルーク。数日前のタイムマシン発表式典で起きた事件を思い出しながら、手紙に書かれた時計店を探すのだった。序章、ミッドレント通り。いや、10年後のルークってのもちょっと見てみたいですよね。イケメンなんだろうな。声がもうイケメンだったもんね。先生、手紙の時計店はこの辺のはずですが、探してみましょう。確か手紙に地図が同封されていたはずだが。よし、ルーク。この地図から時計店の場所を探し出してごらん。またそれも謎なんだろうな。任せてください、先生。序盤ってこういう地図の謎って定番ですね。時計店の地図の横にはいくつかの時刻が書き添えてある。時刻ね。これで目的地の時計店がわかるということらしい。時計店は A から J のどこにあるだろう。その場所を囲んで判定ボタンを押そう。ってことはこの時間を使うんだよな。12時、3時、12時の方向とか3時の方向とかそういう感じですかね。なんかよく、なんかそういうね、軍隊もののやつを見ると、12時の方向に敵がいますみたいな、そういう示し方をするので、12時って言うとどうなんだろう、上かな、上っていうかまあ、北の方というか、3時だと、右。12時。9時。9時だと、左。6時。南。待ってくださいね。今までの情報を総合すると、ってことは H。ではないでしょうか。これは自信あります。これは自信あります。やったー、もっと謎が解きたいです。おー、なんかボイスも増えてる。正解、 H にある並んだ時刻は分かれ道で進む方向を順番に示している。アナログ時計、過去針のある時計の単針がそれぞれの時刻になった時に指す方向へと曲がればよいのである。順調ですね。これで時計店の場所が分かりましたね。早く行ってみましょう。そうだね。しかしその前に移動する方法について確認しておこうか。もう移動はもうね、完璧ですよ。靴アイコンをタッチですよね。任せてください先生。まず下画面右下の靴アイコンをタッチまでタッチするんですよね。そうすると矢印が出てきて、そっちの方向に行けるようになると。その通りだね。移動するときには靴アイコンからだ。さあやってみよう。と行きたいところなんですが、いろいろ調べていきましょうかね。まずこの人。フローレス。あらあら、あなたたち見かけない顔ね。いいことを教えてあげましょうか。なんかあなたの髪型、なんて言えばいいんですかね。巻き貝みたいですね。巻き貝。別の表現をしたかったですけど、巻き貝にしておきましょう。画面に見えている車をタッチしてごらんなさい。車？うおぉ俺のせいじゃないですよ。このばあさんがやれてたんですよ。あ、車が。そう、それがひらめきコインですよ。謎が解けなくて誰かにヒントを聞きたい時があるわね。ありますね。そんな時はこのひらめきコインを使ってヒントを手に入れるのよ。なるほど。ただし、ひらめきコインは数に限りがありますからね。調子に乗って使いすぎると後悔することになるわよ。ひらめきコインはいろいろな場所に隠されているから、怪しいと思った場所をタッチしてみることよ。それじゃあ、私は行きますからね。頑張りなさいね。
ふふふのふ。ふふふのふ。いかないじゃないか、あなた。まだ、よとしは謎を出してくれるんじゃないか？車が壊れてしまいました。ショック。まあ大変だこと、私は知りませんからね。僕たちのせいじゃありませんよ。そこをタッチしろって言ったから。ルークも俺と一緒の気持ちだ。ふん、何のことだか、私には関係のないことですよ。こういうもんなんですよ、ルーク。世間の厳しさというものは。やったやつが悪いんですよ。バスの時刻表ですね。かなりの頻度でバスが来るみたいですよ。お、ひらめき公園。他にもないかな。なんかいろいろあるからね。なんかありそうですよね。あ、なんか焼いてますね。パンからチキンかな。ロンドンの街並みはいつ見ても優雅だよ。あ、なんか音が違う。なんかどっかにあると、ああ、よし。まあ、3つあればいいだろう。じゃあ、奥に進みましょう。先生、調査の記録はどうしましょう？まあ、いつもの通り、カバンアイコンをタッチして、で、セーブでしょう。下画面の右上にあるカバンのアイコンにタッチしてみよう。カバンの中にはいろいろな情報が詰まっている。アイコンになっているからタッチして使うんだ。調査を記録するにはセーブボタンをタッチする。ここまでのストーリーをセーブできるぞ。そして謎辞典ボタンだ。これにタッチするとそれまでに出会った謎をまとめてみることができる。解けた謎には丸、見つけたけれど解けなかった謎にはバツがついている。そうでしたね。解けた謎にはここから再挑戦できるぞ。解けなかった謎は見つけた場所がわかるから、もう一度そこに行って挑戦するんだ。できうる限りやっていきたいですね、謎は。全部やれるかどうかはわかりませんが。バッチリです、先生。さあ、カバンを使いこなして調査を進めるよ。そうですね。また、いますね、人が。これは謎だな。デビッド。時計店知らないなぁ。この人。この顎のやつは全部毛か、これは。そうですか、すみませんでした。さあ、行こうか。関わっちゃいけない人だ、これは。おっと、そういえば時計店を見たことがあるような。お？え、本当ですか？じゃあ教えてください。ちょっと困ってることがあってね。これが解決したら思い出せそうなんだ。それで謎ですか？それなら任せてください。僕得意なんですよ。謎ね。見えるもの。重機からと。でも最初はやっぱり、簡単なやつが多いな。他のものを見ているときには決して見えることはないが、お？これはなんか面白そうな謎じゃないか？見えることはないが、見えるときは目隠しをしても見えるものは、まぶたじゃないよ。それは見えていないのと同じだからね。そしたら、真っ暗になるから、ひらがな2文字で答えよう。そうそう、闇でもないよ。それは見えないでしょ。そうきたか。それかなと思ったが、ひらがな2文字ね。でも、それ大事だな。そうですね。ひらめきコイン使っとくか、これ。ちょっとよくわからないな。他のものを見ているときには見えないのだから、そのあたりに見えている何かではない。じゃあやっぱ闇とかそういう感じになってくるよね。闇やら何やら。形のないものだよね、多分ね。他のものを見ているときには決して見えることはない。だからやっぱ何も見てない時に見えるものなんだよね。見える時は目隠しをしても見えるもの。目隠しをして、寝てる時に見るものか。なんだろう。そうだな。これハマってるな。まだ始まったばかりだというのに。謎3だというのにハマってるな。
目隠しをしていても見えるのだから、やはりその辺りに見えている何かではない。目隠しをしていても見えるのだから、明るさは関係なく見える。明るさは関係ない。目隠しをしても見えるってことはさ、え？妄想、イメージ、空想、ひらがな2文字だもんね。あー、はいはい、わかりました。わかりました。そう、闇でもない。寝てる時に見るものって何ですかって考えたら、夢ですね。どうでしょうか。僕に任せてください。いい問題じゃないか、いきなり序盤から。僕だって先生の弟子ですからね。なんかちゃんとあれだね、今までのあのしゃくれたルークじゃなくなった。ちゃんと言うようになってる。夢、目を開いて何かを見てるときには夢は見えていない。目隠しをされても眠ってしまえば夢を見ることはできる。そうだね、目を開いて何かを見ているときには夢は見えていない。まあでも、まあいいや、そうだね。もちろん将来の夢ならいつでも見ることができるね。そう、それ、そうだね。ありがとうよ。教えてくれよ、ちゃんと。じゃあ、それで時計点。この通りのどっかで見てよ、じゃあな。ひどい。あ、言っちゃった。こういうことがあるからね、人って侵入できなくなるんだよね。母ルーク、からかわれたようだね。さあ、時計点を見つけよう。きっとこの奥だよ。だいたい場所は想像ついてるわけだからな。そしたらコインも探しておきましょう。雑貨屋さんです。ですね。お店の人は留守かな。お。俺、このコインは雑貨屋さんのコインだったんじゃないだろうか。まあいいや、行きましょう。お！ヒゲマフラー。またあったな、ヒゲマフラー。全部の作品登場してるな。クックック、お前たち、見慣れない顔だな。何を言ってるんですか。あれ、前も会いませんでしたっけ。クックック、それは人違いだ。それよりも耳寄りの話を聞きたくないか。ひらめき公園の話なら通りの入り口で素敵なご婦人にお聞きしましたよ。そうですね。まあ、あなたから聞くことなんてもないですよ。なんと、久しぶりに会ったというのに失礼な。あ、やっぱ会ったことあるんじゃねえかよ。あれ、やっぱり前に会ってますよね。ゲホゲホ。今日は調子が悪い。また会おう、さらばさ。なんの有意義な話もできず、いなくなりましたね。まあいいけど。あ、これ謎？あれ、こっちにも階段がありますね。どこに続いているんでしょう。どうやら民家に続く階段のようだね。そうだ、ルーク。階段といえばこんな謎があるよ。解いてみるかい。もちろんです。階段の謎。謎004、荷物運び。1階から3階まで荷物を運ぼう。大男は一度に二つの荷物を持てるが、三階まで上がるのに1分かかる。あ、これ計算の問題？小男は一度に一つしか荷物を持てないのだが、運び上げるのは30秒だ。はあ。それぞれ下りにも同じ時間がかかり。下りにも同じ時間がかかる？待てよ、ってことは、大男は2つ上げて戻るのに2分かかるんですよね。で、小男は、1つ上げて戻るのに1分。待てよ、ってことは、大男も小男も2分で2つ上に上げられるわけですよね。一緒ですよね、そうなってくるとね。二人とも休みなく働いた。7個の荷物が3階に運び上げられたのは、作業開始から、待てよ。2分で4個上に上げられるわけですよね。で、あと3つ。
大男は1分で2つ上に上げられる。で、小男は一度に一つ、30秒で一個上げて下に下がる。で、それで1分か。で、その間に大男が3回まで2つ上げるから、3分ですかね。そうですよね。2分で、大男はね、2つ行って戻ってきてるから、で、小男は、まあ、何回か行ったり来たりはしてるけど、結局1分で1つっていう計算なので、2分で2つ。で、3分というかまあ30秒で小男は1つ上げて、で、1分で大男は2つ上げてるから、これで合計7個と。3分。かな。よし。僕だって先生の弟子ですからね。まあこういうのもね、もっと複雑なのがどんどん出てくるんでしょうね。最初はやっぱ簡単。よくできたね、ルーク。さあ先を急ごうか。ってことは何？今の場所に行くんですかね。時計店はこっちですね。ちょっとね、コインも探しつつ行きたいので、どっかにないかな、コイン。これもないの気をつけるんだよ。お、よし。まあ、1個見つけりゃいいや。お、あからさまに時計店っぽい場所に来たな。手が汚れそうだから触らない方がいい。それは確かに。これなら一目で時計店だってわかりますね。お、よし。まあ、行きましょう。ここが時計店でしょ。先生、ここです。どうやらそのようだね。早く中に入りましょう。あれ？鍵がかかってる。てか、留守か。どうしたんだい？扉が開けません。これじゃ店の中に入れませんよ。ちょっとインターホン的なやつ、呼び鈴的なやつ鳴らすか。ふむ、ここを見てごらん。この謎を解かなければ、中には入れなくなっているようだね。またそういうパターンのやつか。ドアは、どこ？時計店の前に到着したのだが、扉の開け方がわからない。扉の前で悩んでいると、時計の形を押してごらんと中から声がした。てか、いるじゃねえか。イルス使ってるじゃないか。入れてくれよ。さて、どこを押せばよいのだろう。一箇所だけタッチしてみよう。時計の形を押してごらん。これ絶対いろいろ引っ掛けだと思うんですよね。普通の場所を押してもしょうがないと思うんですよね。これさ、まあ、時計、これ時計だよね。あからさまにね。いや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 、それ以外。それ以外ってなんだ？え、普通に時計を押していいのかな？押せる場所がこういう単位なんだ。一箇所だけなんだ、しかも。押す場所は。はぁ、参ったな。これは、多分、単純な問題ではない。時計の形を探せばいい。ただし時計にもいろいろな種類があるよね。時計の形なのだから、その時計の全体像が見えているはずなんだけど。あ、間違えた間違えた。もうとりあえずこれで探してみましょう。時計の全体像？
実はこの形そもそもが時計みたいな。それぞれ確かに形はなんか特殊ですよね。これは一緒だから多分違うと思うんだよね。この辺から怪しい。この辺、まあ、これでも多分全部違うと思う。この時計に近いのはおそらく、フェイクだと思うので。この4つのうちのどれかか。9が怪しいなぁ。いや、待てよ。いや、違うか。あ、これ、砂時計にも見えるなぁ。これ砂時計にも見えますね。この砂が落ちてる感じにも見えますね。これも怪しいんだけど、ただここにも似てるのあるから、ただ存在してるだけっていう、ことだと思うんだよな。これ砂時計っていう線ありそうですね。どうかな。よし、これは。やったー！もっと謎が解きたいです。正解、よく見ると砂時計が隠れていたね。さあ、扉が開くよ。いやいや、こしい謎ですね。こんな、なんか神経研ぎ澄ませなきゃいけないんですけど、こんな扉に、ドアを開けるのに、一つで、開きました。まあ、何にせよ、これで。